中日、ネオスバル、先発投手に転向し、2軍で格の違いを見せつける。今季成績、1軍登板なし、2軍、0勝7敗、76回、防御率 3.43。グロ、ああ壊れちゃった。立浪により壊滅的に破壊されるドラゴンズ。この防御率で0勝って逆にすごいだろ。野手転向すればいいのに。立浪のおもちゃ。2軍も暗黒なんか？そろそろ投手としても失格か。ネオは他球団なら成長できたやろか？中日2軍いると皆濃厚になって笑う。中日2軍の防御率やばいからかなりマシな方やね。立浪のヨダごときに先に監督になられたのがムカつくから、ヨダより俺の方が優れてるってことを見せつけてやる。という虚栄心のためだけに投手にされた男。2軍のイニングイーターは若手が実戦を積むために必要やからな。最低よもそうやった。3回放ったら1点くらいに抑えるよっていう中継ぎ、なかなかええやん。これチームが弱いだけでは？ガチで有望株は指名されても拒否すべき。もう裏で指名前に拒否してるだろ。中日スカウトって大阪桐蔭できんとかなってないんやろか。さすがにひどい。野手としてあかんなら投手って。防御率はそれなりやんようやっとる。2軍で炎上して負けてるのか援護がなくて負けてるのか。内野やった方が良くない？何が一番ひどいかってシーズン始まってからコンバートされて、それも立浪の後先考えない思いつきであろうことだよ。でも三振は取れてるから。今から医者に転向できないの？去年中継ぎ登板で飽きられた感あるから先発やらんと話題にならんのはわかる。でも高級車にモデルの彼女乗せてるから、内野追い出して全然足りんのに野手には戻さないんか？そもそもなんで投手にしたか知らんが。去年だかめちゃくちゃ投げてたろ、しかもフェニックスリーグにも生かされてたよな。強豪当てては破壊する謎の集団。次は保守転向かな、意外と適性あるかもしれん。